はい、どうもこんにちは、高橋です。まずは映像教材を買っていただいた皆さん、本当に多くの方に買っていただきました。本当にありがとうございました。ちょっとね、本音を言いますと、私8月は結構ね、いろいろピンチでした。特にね、ビジネスの面でピンチなことが起こってまして、ちょっとやべえなと思ってました。しかし、今回の映像教材で多くの方が、私にご支援いただきまして、おかげさまで、こう8月ちょっと大変だったんですけど、なんとかこう安全に切り抜けることができそうです。本当にありがとうございました。で、本日は、このつるね、今映画やってるんですけど、これにまつわるお話で、的中を、出なかった的中をですね、もう一度蘇らせる方法をお話ししたいと思います。それはですね、一度原点に立ち戻って正しい形を作ることから始めていきましょう。つるねの話でこういうことがありました。正しい形は当たらないかもしれないけど美しい、こういう言葉がありました。これは実際弓道の文献でも同じことが書かれてあります。それをもう一度やりましょう。では早速ですけども、今から美しい形を作るプロセスを一緒に真似てみましょう。まず、はい、じゃあ弓引く構え作ってください。こうやって引いて一緒にやってくださいね。そこからせーのでポンって離す。そしたらまっすぐ行って、的に当たりますよ、ね、じゃあ皆さん、さらに姿勢を伸ばして、肩を下ろして、胸を開いて、もーっと胸を開いて、ぐーっと引っ張ってみてください。で、離してください。どうですか、さっきより胸の開く感覚ってありました？さっきより腕がすごい伸びてる感覚はありました？それで当たれば美しい形に少し近づきました。じゃあもっと胸を開いて、もっと肩を下ろして、心を沈めて、腕の筋肉をもっと緩めて、そして大きく引いて、さらにバンと出してください。さっきよりも腕伸びたでしょ、さっきよりさらに胸広がったでしょ、さらに深い胸開きが、深い胸の開きが出たでしょ。それで当てたら、さらに美しい形に迫ります。そうやって大事なところは当てることではないです。離れた後の感触がどう変わったかです。ここを変えないんですよ、外れてる人って。外れてる人って毎回同じ形で外れしてるんですよ。外れた後のなんか胸の開いてね、しっかり筋肉が使えてる状態を使わずに、ずっとね、離れのところまでばっか離すんですよ、直すんですよ。引き分けとか打ち起こしとか第三とか、そんなとこ直したって意味ないんです。いいですか、重要なのは当たるか当たんないかじゃないんです。離れた後にあなたの体がどう変わったかです。そこが変わらなかったら射形は変わりません。肩の位置も変わりません。手の位置も変わりません。離れの感触も変わりません。離れた後の状態が変わらないんだったら、足踏みから離れまでしか指摘しないんです。重要なのは斬新なんです。ここでどのくらい深い胸開き力が上がってるか上がってないかです。ここが変わってなかったら、あなた弓100本引いても200本引いても何も変わってないってことですよ。引いてる時にちょっとここ引きやすくなりました、肩揃いました、で離しました、何も変わってません。それじゃまた肩上がりますよ、また手力入りますよ、また元の形に戻りますよ。離れた後の状態変わってないんだから、弓引いて何も変わってないってことでしょ。みんな引き分けを小さくして形を変えないようにして開くのが正しいことだと思ってるんですよ。でね、形はまっすぐになります、手の位置もまっすぐになります。どこが悪いかが分からなくなるんです。で離れました、外れますよ、当たりませんよ、体使ってないんだから。で大きく引きました、中学生や高校生みたいに大きく引いた、ちょっとここ手繰るかもしれない、ここ肩上がるかもしれない、それ射形崩れてますよ。でもね、その方が続けていったらそっちの方が当たるんです。なんでか、裏を返せばどこが悪いかが分かるからです。2つ目、その状態で離れた方が大きく体使えてるから成長するんです。この成長をみんな止めるんです。みんな見てる目の前の先生とか、なんかこうその地元の道場の指摘する先生に指摘されないような引き方ばっかり考えて、
小さく縮こまって悪いところを隠そうとするんです。前の当たらない状態で手先だけ変えても当たらない自分なんです。そうじゃなくて開いた後です。当たるか当たんないかよりも当たった後を見なきゃいけない。正しい形は当たんないかもしれないけども美しいとはそういうことですよ。離れた後の体の状態が気持ちよく伸びてれば矢も自然に速くなり遠く飛ぶようになり威力が出て、そして最終的にその形で当たったら本物の形ですよ。それを追求していくんです。それを何本も引いて積み重ねていくんです。それが弓道なんです。女の的中したかしてないからかどうでもいい。当たってなかったらその美しい型を積み重ねるプロセスであり、当たったとしてももっと深い当たり、もっと深い回、もっと深い胸開き、もっと深く楽に開ける方法がその次に待ってるんです。それを探すんですよ弓道。それを小さく縮こまって形を綺麗に見せて、表面だ綺麗だね綺麗じゃないとかって見せて、この動きはダメこれなら OK とかって、そんなこと言ってしょうがない。それは人間が勝手に決めたなんか規則的な動作であって、綺麗かどうかは全然関係ない。綺麗っていうのは悪いものを取り除いたその後に綺麗なものが残ってるんです。大きく開いて体を使って悪いものを取り除いて残った後に綺麗なものが残るんです。それを隠してこの人に気に入られようっていう者で自分の妄想みたいなのを積み重ねたらどんどん体は悪い方向に行ってしまうんです。人生一度死ぬ前に離れた後の的中っていうのを目指しませんか。離れた後の的中です。的に当たる的中じゃなくて離れた後の的中をどうぞ目指してください。その助けとなるうってつけの方法が最強の右肘映像協会です。絶対に裏切りさせません。あなた方の見てる弓道とは全く違ったもっと面白い弓道を私が実演します。どうぞ皆さん来週、買っていただいた方よろしくお願いします。まだ今日までサービスは、間に合いますのでよろしかったらご購入してください。以上です。ありがとうございました。